トクシ殿、うちの出来損ないのお湯を取り逃がしたようだね。アイダの子に連れ去られてしまいました。ふん、つまり私との和解は諦めてアイダの子に寝返ったと。実に残念だ。ジンさん、差し出がましいようですが、今回の件で何か隠してることはありませんか？トクシ殿、それはどういう意味かね。あなたはここで長年事業をなさってますよね。ギルスがアイダの子と手を結び薬を横流ししたこと、本当に気づかなかったんですか？高山病の真相やモルモットにされた行為について、あなたが何も知らなかったとはどうしても思えないのですが、それとも本当はギルスの行為を黙認されていたとか。トクシ殿、私とアイダの子の関係を疑っているのかね。私はただの小物だ。この鉱山だけが私のすべて。ここを守れるなら他には何もいらない。ハガードにもアイダの子にも歯向かうことなどできない。だからこんな時は誰かに自分の代わりに決断を下し、責任を負ってもらわねばならんのだ。つまりリスクを分散させたいと。トクシ殿は聡明な方だ。だがあまり知った風な口を聞くものではない。このボロ鉱山のことは私が一番よく知っている。今の話をそのままハガードに伝えていいですか？好きにすればいい。だが伝え方には少し配慮が欲しい。お礼に面白い手がかりを提供しよう。ギルスを連れて行った奴らについてだ。まだその答えが知りたいのなら、ポラント雪原で運試しをしてみるといい。妙だと思うか？こんなところで長年事業をしていると自然と独自のルートができるものだ。だが悪いが、これ以上は話せない。壁に耳ありという可能性もある。雪原に小さな集落がある。ボスのカルロスは私の友人だ。そこに泊めてもらうといい。ジンさん、情報ありがとうございます。ではこれで私もまた新しい現場監督を選任せねば。
お前何者だ？ここは危ない。早く逃げろ。私も侵入者の撃退に力を貸すわ。ひとまず放っておけ。戦利品を持って撤退だ。ありがとう。でもどうして助けてくれたんだ？私はハガードの指示を受けてオムニアムタワーを止めに来たの。ここに来る前、ジンさんからあなたを紹介されたわ。ジン？あいつまだ俺のことを覚えてたのか。悪いが力になれそうにない。ご覧の通り、自分の身を守るので精一杯だ。
シェルターはひとまず安全だろう。でもアイダの子に大勢の仲間を拉致された。なんとかしてみんなを救い出したい。それなら力になるわ。どこに連れて行かれたかわかる？そうしてくれるとありがたい。アイダの子が撤退するとき仲間に後を追わせた。もうすぐ知らせが入るだろう。その人と連絡を取るにはどうすればいい？彼女はマリーというとても勇敢な子だ。彼女の無線機の周波数を君のものと合わせよう。拉致された仲間をどうか頼む。私はマリー。アイダの子は海辺の拠点に撤退したわ。今人質の位置を確認中よ。マリー聞こえる？拠点の座標は送信したわ。こっちを援護して。ボスが手伝いに起こしたのってあなた？もっとたくさん来るのかと思ってた。アイダの子は手強いのに。捕まった仲間はこの中にいる。でも衛兵が多すぎてなかなか近づけないの。でもあなた本当に大丈夫？自分を犠牲にするなんてことやめてね。何かあったらすぐカルロスさんに連絡するわ。
何と礼を言えばいいか。お前のおかげでみんな無事に戻ってこられた。そういえばさっきお前がいない時に妙な奴が訪ねてきたぞ。そいつもハガードから来たとか言ってたぞ。本当か嘘か知らんが、とりあえず正面の部屋で待たせてやる。安全のためにドアの前に衛兵を立たせた。急いでそいつの正体を確かめてくれ。やっと来たか。ずっと閉じ込められっぱなしかと思ってヒヤヒヤしたよ。俺ってそんなに怪しいかな。ミアはかなり怪しいと思います。さてと本題に入ろう。ハガードがかなり焦っているようだ。オベリスクのオムニアム蓄電池が限界を迎えた。空き容量はもう1割以下だ。だが俺が前に集めた情報では、最後の一つであるここのオムニアムタワーに異常が見られた。実地調査を行ってから対応策を決定しよう。一刻も早く停止しなければ、大規模なオムニアムの漏洩事故が起きかねない。グズグズしてる暇はない。急ぎましょう。どうだ、知り合いだったか。友達だったわ。フランツさんって名前のいい人よ。私ハガードの仕事でここを離れることになったからお別れを言いに来たの。そうか、それはまた急だな。お前の友達に謝っておいてくれ。悪気はなかったんだ。オムニアムタワーはかなり遠いぞ。マリーに車で送らせよう。安全条例違反です。マリーはのの乗り物を運転できる年齢に達していません。子供だと思ってバカにしちゃいかんぞ。あの子は頭の切れるすごい子だ。安心していい。お前にはいろいろ世話になった。困ったことがあればいつでも訪ねてこい。力になる。車の準備ができました。どうかお気をつけて。カルロスさんに送るよう言われたわ。ええ、ありがとう。私の仲間も一緒だよ。大丈夫、任せて。準備はいい？さあ行くわよ。準備ができたら来て。ここまでしか送れないの。ここから先には雲地雷がたくさんある。この車は重いから無理に通ると絶対危険な目に遭うわ。車が通れる道はここしかないの。歩いて目的地に行く方法を考えた方が良さそうね。ミアからもお礼を言います。ここは危険です。早くシェルターに戻ってください。私は一人で平気だから心配しないで。この先の峠を抜けたらオムニアムタワーが見えるはず。幸運を祈ってる。フランツさん、これからどうすればいい？邪魔者をいちいち排除してる暇はない。君の実力なら避けるのは簡単だろう。あいつらと距離を保てば大丈夫だ。コントローラーさえ見つかれば自己消滅プログラムを起動して地雷を消せる。俺はここで待ってるから急いでくれよ。
やっ